はい、ちょっとじゃあ、出玉の種類を紹介していきますね。アプローチボール、まあオーソドックスに、まあ普通にクロスに打って出る出玉はまあ普通にあるんですけど、それ以外には同じ富田さんのところに飛ばすにしてももっと時間をかけたボールが一つお願いします。おまあちょっとロブ気味な感じで上がってって入るボールと、まあ今ちょっとドライブで行ったんですけども逆にスライスでもいいと思います。車としては少し山なりにしておいて、ここで構えて待つ時間ができるので、そうするとまあこれ一つ普通にパンって打っていくと動いてるところからもうすぐにボレーが来ちゃうので時間的には余裕があるのが一つ。あとは同じパターンでいきながらも逆にちょっと浅めにしていくパターン、スライスでもいいし、ドライブで行くんだったらちょっと追い出したりするかな。追いやって浅めにして入っていくパターンだったりがいいかなと思います。ただドライブだと結構進んでしまうから浅くするのが難しいかもしれないですね。短く来てそれをショートクロスとかはありますけども、ただ短くすると何が利点かっていうと、まあロブが上げづらくなりますよね、スピンとかでは。なので、上げるとしたらスライスになってくるので向こうから来るボールが、読みやすくなってくるので、あんまり普通に出てってロブも上げられるし突きもできるっていうような何でもできるようなボールで上がってしまうとこちらが最初に守備になってしまうから、はっきりとしたボールで上がった方がよくて、もう一回お願いします。何気ないボールで普通にこうなんかポンって行ってこう来ちゃうと何でもできちゃうし上げもできちゃうし、だから何がしたくてどうさせたくて出てくかを明確にしていった方がいいです。普通に打って出てくんだったらもっと押し込んでいくとか、お願いします。打っていくんだったらもっと押し込んで入っていくとか、なんかこう意図があって上がった方がいいので、ラリーの中でアプローチでちょっと練習してみましょうかね。で前に使ったアプローチの出玉と違うボールで次は出てってください。なんかなんとなく同じになっちゃったとしてもやりたいことはこっちだったよっていうのが自分で意識しながら浅くしていきたいのか、ちょっと山なりで時間使って上がりたいのか、少し押し込んで上がりたいのか、自分で意識しながらでいいのでちょっとやってみましょうか。はい、あ、ごめんなさい、センターナイスキャー。あっ、うまい、ナイス。イボル、あ、うまい、ナイス。いきまーす。ナイスキャ、ナイス、おいしい。一回入っちゃいまーす。あー、はい、あ、ナイスボール。はい、
しい。先ほど説明したようにね、出玉どういうボールだったら上がれるかを、まあ、見極めていかないと、ちょっとなんとなく出てってもさあどこなんだろうっていう風な感じになっちゃうので、出てって先に上がるっていうことは基本的にはもう有利な立場なんですね。まあちょっとこう夫とみたいな感じで上がらされちゃってたパターンもなくはないんですけど、基本的にアプローチで出れるということはもう平行取った方が有利だから上がってるわけで、なのでここに上がってからよく見るのはここに上がってもう一回ゼロから作り直しみたいな感じになってるペアが結構多くて、こっからまたこの人がつなぎから入る、でこのつなぎ玉のボレーがなんか中途半端になっちゃって、こっからなんかいいところに飛ばされちゃったり、なんかロブで崩されちゃったりっていうパターンがよくあるんですけど、ここに来たってことはもうこの前のボールで先手取ってるわけで、じゃあそのボールに対して私はこことここ守るよ、私はこことここ責任持って取るよっていうのを発揮、ある程度のこう約束ごとみたいな感じで押さえておくと、まあもちろん例外もあるんですけども、なんとなく取れる、そことそこは私が取るよってなったら、なんとなくそことそこは取れる場所に立ってれば責任取れるかなっていう、でこちらもそれに対してこことここみたいな感じで押さえておくと、まあ2人で半面だからまあなんとかなるでしょうっていう感じ、うん、でそれ以外のところに、でそれ以外のところっていうのは相手からして一番難しい場所はもうそこに綺麗に打たれちゃったらしょうがないナイスショットですから、あとは最悪っていうかこう打ち方見て判断するっていう感じなんですね。なので出てきてここの人が、まあもちろん出てきてここがここのもともと前にいる人に1球目が来てチャンスボールが来てポンってこう決めれちゃったら一番理想は理想なんですけど、もちろんこちら側としてもここの前にいる人にチャンスボールは与えたくないわけで、それは分かっていることなので、ここは何としても避けようとするんじゃないですかね。ね、ただどういう球で上がっていくかによってここの人がこれだけ前にいるかどうかってちょっと変わってくると思うんですね。まあ例えば縦ロブで上げたら走ってってこうなりますよね。チェンジしたらこんな前にはいないですよね。ってのは大丈夫ですかね。こっから上がってきて、ね、なのでどっちが攻撃の人でどっちが守備の人になるか、そこら辺押さえておけばいいのと、まあフォアサイドだったら特に縦ロブは絶対使えるようにしておかないと、こちらが、まあ、右利きとしたらバックになりますから、やっぱり大きく走らせてバックっていうのはもう鉄板に縦で上げれないとフォア入る人絶対使えるようにしておいてくださいね。でそこが使えると、まあここが取るのかにしてもこっちが走るにしてもどちらにしてもまあ上がれるチャンスですよね、うん、まあこれ一つ鉄板でいきます。じゃあそこがあるとなるとどこが次開くかっていうと、まあこういう浅いところがこっちが気になると取りにくく、前が取りにくくなりますよね。なのでさっきやったように少し前に入ってスライスで上がっていくのは一つ使えるといいですね。浅く持ってったら、どこを抑えるんですかね、こっちの人。じゃあサイドに浅く打ったら
左サイドの人バックサイドやりたい、やる、いつもやる方、バックサイドやる方、ここにアプローチしてったらどこ押さえますか？後ろ、ここ。他にはストレート、うん、ショートアングル、どこここの担当の人が押さえたい場所、はい、うんうんうん、ストレートとストレートロブでいいですか？センター、あのタイプっていうかね、あのスタータイプいると思います。センターサイドを両方押さえるんだったら前ですね。サイドとストレートロブだったらちょっとこういう下がり気味、その代わり真ん中空くから、あそこに打ったフォアサイドの人がこうやって入ってこないとセンターが抜けてしまう。センターが通常位置にいると下がってるなので、真ん中抜けやすいのと、先ほど田中さん言ったようにショートアングル取れないですよね、後ろに下がってるとね、うん、なのでサイドにアプローチ打ってったら、この打った本人も結構前に入っていかないと自分もきついので、自分がそこまで入れる脚力とポジション、あんまりこの辺からサイド打ってって上がっても多分サイド取れないので、その辺のどこから上がっていくかにもよりますし、センター気味のとか真ん中気味の浅いとこ打ったらどうですか？あ、そう、まあセンターね、そうそうそう、うん、2人でセンターグッと押さえていいと思いますよ。ショートクロスも打ちにくいし、まあこちら側もバックだったら引っ張ってくるかもしれないですね。うん、フォアで回り、まあフォアサイド入る人、比較的フォアで打つ人が多いと思うので、そうなるとちょっとここは打ちづらいかもしれないですね。ここのスピンロブも打ちにくいと思います。弾んでなかったら打ちにくいと思います。なんてこんなのをイメージができると、そのボールに対してこれはないだろうなっていうのがイメージできると、抑える場所がこうどこ捨てればいいかがこうなんとなくはっきりしてくるので、奥でも、奥じゃふわーっとふわーっとセンターロブとかだったら、どこを守ります？どこ来そうですか？センターロブ、うん、ここもありますね。他あるとこありますか？ロブじゃないセンター。ロブじゃないセンターありますね。そうですね。センターロブ、センター。皆さん、フォアサイドの人のバックで。ここきついですよね。ここね。ここきつい。ここ打たれたら。きつい。そう、ここ打たれるかもしれない。うん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 。ちょっとライン。できるか分かりませんけど。でしょ。ワイド気味のこの辺。あ、ここね、ここ、うん、そう、リスクはあるけども、なんでリスクがあるって言ったら、やっぱりこっち側から、ここ打ったら打ったで本人もきつ、次。の取られた時にきついところはには来るけども、意識がこっちに行ってたらありですよね。でその後いっぱい走んなくちゃいけないけども、その走るの前提で打つのはありですよね、うん、あの見せ球としてはあの使っていいと思います。こっちに意識を持ってった後に使うのはありだと思います。あとは最初からここだろうと思っているところで使うのはいいと思います。相手の体の向きとか立ち位置とか見て選択してみてください。こんな感じでなんかいくつかのパターンがあるので、なんとなくお互いでそれをこう共有、そのポジションで共有して、でも後で再確認で話して、あ、今の場所は私のボールだったねとかっていうのね、あそこ打ったらあそこ来るからここ私行くよみたいなのがね、共有できるといいですけど、こんな感じでアプローチ出て、じゃあどこ押さえるってのをやってみましょうか。眼光スタートのどっち上がっても OK です。
願いします。出ましたよ。あ、いいとこだ。おお、帰った、帰った、帰った。もう一丁。あ、ナイスカス、ナイスカス。縦に持ってってから、この中野さんロブが結構いいとこ飛んでってるんですよね。なので、そのボールで石田さんが加担しないと、ちょっと後ろに立ってたから、真ん中の。だからちょっと取れなくて、で、中野さんがもう一回カバーしたみたいな感じになりましたよね。なので、このボールで次のボールは石田さんが、もうキャッチというよりか、もう攻撃ぐらいで、もう上からこう狙ってこう角度つけていくぐらいのイメージでいいです。よいしょ、出ました。おお。しゅしゅしゅ。でもあれアウトなんだけど、これも石田さんセンターを、そう、そこ加担するつもりで攻撃に回ってあげると、あれ、はい、奥に差し押し込まれちゃうと、多分そこから中野さん守備になって劣勢になっちゃうので、あのボールでブロック入りましょう。お、いいとこ、いいとこ。あー、ナイスね、真ん中ロブね。どこに意識で返します、田中さん、これ。うん、相手ちょっと後ろ見たから足元に次やる。あ、足元か。オッケーオッケーオッケー。霜だからね。ごめんなさい、遅くなっちゃった。うん、いくよ。あ、いいね、これね、いいよ。ノーバン、入ってる。あ、ナイスボールだね、深かった。あの辺もノーバンカットがいいですね。オッケー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 。連続攻撃、良かったです。はい、はい、ナイス。あ、よいしょ。オッケー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 。オッケー、入ってて。あー、でも上がるタイミング中野さん良かったけどね。ここに私がカバーした後に前に来てたから、惜しい惜しい。ナイス。あー、よいしょ。オッケーオッケーオッケー。もう一回入ってて。あー、でも上がるタイミング中野さん良かったけどね。ここに私がカバーした後に前に来てたから、惜しい惜しい。あー、ナイス。スライスで滑らしたの、いいです。